ティーチャークーボー朝7ですねおはようございますいや今回手取り14万の人の思考とかにしときましょうか手取り14万の人の思考いいんじゃないですか、はい、いやねあのー、まあ久保さんが最後まとめられましたけどもまあシンプルで誰から聞くのかって話で うん、多分ね、周りの人に久保さんみたいな、まあ、ね、あの、その、なんだあ久保さんを訪ねてきた人はラッキーですよね。町内にそんな隠居久保哲郎がいるわけですから、聞きに行こうと思えば聞きに行けるわけですからね。まあ、YouTube も見れるし、生の久保哲郎も見えるし。<laughs> うん。要は、多分ね、そもそも聞いてる情報が、ち、違う、違うというか、 ななんだろうなそのまあ常識の常識の話しか聞いてなかったらその常識外のことは分かんないですよねねだからその例えばね手取り14万の人の思考をまあ仮にですよまあ想定してまあ僕がイメージして考えた時に手取り14万の人が5人いますまあ仲間内ですよね仲間内仲間内でどんな会話してるかっていうとまああんなねセク YouTube? な、俺たちがやっても成功できるわけねえよと。あんな一部だよと。多分言ってると思いますよ。多分言ってる。多分言ってますよ。ねえ。出ちゃん。ねなんか手取り14万の人たちが集まってね。おや、俺もやる。俺もやる。みたいなね。お前 YouTube 動画アップしたマジかよ。俺もアップロードするぜ。みたいな。多分ね、そういう会話にはならないと思うんですよね。特に、その手取り14万で、その、まあ、 普通のか仕事で働いてる人たちの会話ですよ。4人、5人いて全員が、マジか昨日アップしたの俺はアップしてねやべえみたいなね。なんかそんな会話にならないんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。まあこれはちょっと空想なお話なんですけど、うん。もはやね、久保さんとか僕なんかは、その話すらいらないですからね。わかりますあの空気のごとくもアップしてますから、YouTube なんか。そんな。<laughs> まあこの歩きながらでも撮れるわけですよ、僕なんかは。ね。 そう散歩しながらね朝のこのセブンコーヒーを買って散歩しながら動画撮れるわけですよねそうで散歩側をんだなんだ,なんだあれですよあのー、これね僕はあの音声学習してるんですけどあのー、歩いてる時とかね音声学習してるわけですよ僕も僕もね一応アウトプットしまくってるんでインプットしとかないといけないですからねどうですかね 手取り14万の人が朝ウォーキングしながら、な音声学習してますかジェームス好きな聞きます聞かないなぁ。ジェームスス聞かないだろうな、多分ね。ジェームス好きな聞かんだろうな。手取り14万の人。<う>だからね、聞いてる情報だったり、触れてる体験じ、体験してることだったりとか、全部違うんですよ。変えていかないと。変えていかないとダメでしょ。そう。 なんでね、あのー、まあ、その手取り14万の思考の中には手取り14万しかないっていうことです。申し訳ない。そりゃそうですよね。<laughs> そりゃそうなんですよ。うーん。だからその、日本、昔日本っていうのは鎖国してましたけども、なんだうーん。ちょっと手が、久保さん、ちょっと手入れ替えていいですか しんどくなってきた、はい、ちょっとね手持ちはね結構しんどいんですよまあ昔ね日本っていうのは鎖国してましたけどじゃあ鎖国してた時にねあのー、なんや他の国の情報ないわけですよで坂本龍馬だったかなわかんないですけどその「いやこれから海外だ」言うてね海外にこうなんか行って,行ってこう情報取りに行ってたわけなんですけど「いや海外はすごい」みたいなねこれちょっと間違えたな道まあいいや ま、道が間違えても大丈夫です。これちょっと、間違えた。えこれ行けると思ったらいけねえからな。いや、これ完全山ったんじゃないかな、道。道間違えたぞ、これ。道が間違えました。道間違えたじゃん。<laughs> ま、あいいや。ちょ、バックしよう。<laughs> マジか、結構、だいぶバック別に、これ。行けないな。いや、行ける。<laughs> 行ってみよう。 いや,やっぱね、グーグルマップないときついな、はい。はい。ということで、な、何に話してましたっけあのー、なんだまあその14万の思考の中には14万の常識しかないし、うーんまあ、それ以上のことは生まれな、生まれようがないってことですよ。うーん。 だからもっとね、違う情報にどんどん触れるべきだし、あ違う,う人に触れるべきだし、うん。なんかそれをやらないと、多分変わんないと思いますようん。だって結局自分の14万の常識、自分の14万の思考で考えるんでしょじゃ全部無理じゃないですか。あ、無理、無理、私には無理、無理、無理。 でできませんみたいな話でしょうね手取り14万思考だったら、うん、まあ手取り14万の人が全員そういうね思考かどうかは分からないけれどもうーん多分不平不満を言ってる人はそういう思考だと思いますよ、うん、まあその幸せに生きてる人もいるのでその人はまあそういう考え方ではないと思いますけどなんか手取り14万で僕イメペルソナでイメージしてるのは手取り14万で めちゃくちゃ毎日人のせいにしたりとか社会のせいにしたりとか挑戦しないとかねなんか愚痴を吐いてる人たちです、まあ、手取り14万の中にも多分ねいろんな種類があると思うんですけどうんだって挑戦しようと思えば挑戦できるわけじゃないですかでこの少なくともねこの億万長者見てんだったら麻雀店のおっさんがねなんかね隠居みたいな生活してるわけじゃないですか え、それ見てね。それ見ても挑戦しようと思わないんだったら、何見んのっていう話じゃないですか。いや、僕はね、思うわけですよ、いつも。まあ、これずっと言い続けますけど、麻雀店のね、クロ e ムブック2万で買ってね、なんか笑顔でね、吉谷さん、吉谷さん、クロームブック2万円で買ったんですよ。これ2万円ですよ、みたいな。なんだこいつみたいなね。<laughs> めちゃめちゃ上から見てましたけど、今やね、拝んでますよ。今では拝んでますよ。久保、哲郎、てちゃん、みたいな。 朝日だよいや今拝んでますね拝まないとちょっとダメですよこれはね <laughs> いや本当にいや僕は本当に久保さんの昔を知ってるのでそんな久保さんがね今この生活を手に入れてるという現実がありますわけですよでその動画を見てるんだったら <laughs> やれよと <laughs> やりましょうよと文句言うんだったらですよ 文句言うんだったらやろうって。文句ないんだったら別にいいんだけど。不平不満。もしくは不安を抱えてるとかね。給料に、えー、心配を抱えてるとか。なやあのー、なんか。そう思うんだったらね。そう思うんだったらやれよと。言いたいわけですよ。まあ、言い続けますけど。ちょっとね、手持ちは。手持ちはね。8分か。 これすごくないですかウォーキングしながら動画撮って、ね。この、なんだあの、一石何鳥ですよ。もう一石何鳥。この道を間違えたとしても、ね。その間違えてる分をまた動画尺取れるじゃないですか。ラッキーですね。まだ聞けますよ。僕は道間違えてなかったらもう止まってますよ。ラッキーですね。まあ、こういう考え方もないでしょ みんな道を間違えたらね、なんだよ、ふざけんなよ、みたいなね。<laughs> ふざけんな、道間違えたよ、うわぁ、みたいなね。ラッキーですよ、もはや。<laughs> どうすか道を間違えたな。よし、まだ歩けるな、と。健康的だな、とかね。まだ動画撮れるやん、とかね。<laughs> 多分ね、こういう発想にならないですね、多分。多くの人は。うん。 だから僕、はあの渋滞とかハマってラッキーですからね、動画撮れるみたいなあの渋滞中、みんなイライラしてるんじゃないですか。み,みんなイライラしてる中で、ね、1人勝ちですよ。ラッキー、動画撮れるみたいな。<laughs> 僕の車、うるさいんで、ね、うるさいから、あのー、あなんだ渋滞の方が、まあ、音は綺麗に撮れるわけですよ。静かだから。アクセル踏むとね、マフラー音うるさいんで、だから逆に。 あの、あれですよこれ丘になってますねここね、いきあの行けなかったですねここ、あっちなんですけど繋がってなかったいやー、久保さん あ、でも朝気持ちいいっすね。朝気持ちいい。最近ね、朝早いんですよ。そう。まあ、自由ですね。今日5時ぐらいだったんですけど。なんかこのね、朝もね、別に自由に起きて,て、早く起きてね、こんなウォーキングしてね、別に今から仕事あるわけでもないし、ただ単純にコーヒー飲みたくて、あれなんですけど。 だこんな生活ないでしょ。だって、普通だったら、ま、あこの、なんだ朝、あの、ま、あウォーキングするじゃないですか。で、ウォーキングした後、あ、仕事行かないといけない、つって朝シャワー浴びてね、あ、仕事だ、みたいな感じじゃないですか。僕、ないですから、それが。<laughs> ないんで。そう。だそれもそれでいいですよね。そう。で、今日、その、なんだ あの、起きたらねメールが入ってまして昨日結構早く寝たんですよであのー、朝起きたらですね久保さん30万入金ありましたからねこれから頑張りますみたいな多分ねメール来てたのが22時半かそんぐらいだったんですよもう寝てたんですけどそれ、ね、今日土曜日なんで銀行確認できるのかな まああれなんですけど、すいません。朝起きたら30万振り込まれてました。いや、こんな生活があるわけですよ。あるわけです。でもね、これ魔法じゃないですからね。ちゃんとやってますから。てか、それを見せてるしね。久保さんと僕ね、もう魔法じゃないよっていう見せつけてるじゃないですか。こんだけやって。<laughs> 全然やってるからですよ。単純に。普通にやってるからこういう結果を得てるだけであって、 やってないわ、ね、かりますなんかさ簡単に30万入金されるとかないですからねその裏にはその裏にはねいろんな細いことをやってるわけですよワンツー動画とかねいろんなやってるわけですいろんなことやってるわけです細いね信,信頼作るためにだって僕お客さんにその商品売ってますけどお客さんに ほぼ合ってないですからねほぼ合ってないほぼ合ってないですよで久保さんもねまあその久保さんの家に来ることはまあ何人かいるいるかもしれないですけど僕鹿児島ねまあまあ来ないですよマジで鹿児島にはねまあまあ来ないまあまあ来ないですなんかつまり僕は まだ誰も会ったことがない人に商品売ってんすよ。ねすごいないですかこれ。会ったことがない人に商品売るっていうね。すごいですよね。顔も見たことない。かま、顔も見たことない、会ったこともない人に商品売るみたいな。でもそのために何やってるかっていうと、怖いことやってるんですよね。ワンツー動画撮ったりとか、アンケート撮ったりとか。そう、またね、8月からそう、8月からプレゼント企画やりますけど、 だってプレゼ、ね、60万円分のプレゼントをプレゼントしますよっていう動画もいっぱい撮るしでその申請してくれた方にはもちろん60万のプレゼントあげるしねプラスアルファそのアンケートに対しての一人一人のアンサー動画も撮るし、まあ、なんだもうフリー、フリー、フリー,フリー,フリーやり、フリーですよ、ずっとフリー。<laughs> まあセールスもしますけどだからセールス売れるんですよ。 フリーコンテンツがなくしてセール、あのー、売れないですから。そうだ。あの、久保さんがね、一個もね、動画をね、アップロードしなくてね、速果塾売れないですよ。それは売れないですよね。そもそもその即果塾の存在もわかんないわけですから、久保さん広告つか,かけないし。ね。久保さんは YouTube だけですから。YouTube に動画をアップロードしなければ、そもそも久保哲郎の存在をみんな知らないんですよ。 あそのフリーコンテンツがあるからこういう人がいるんだなっていう認識だったりとかねそこに信頼が生まれたりとかなんかねまあ興味出たりとか何かいろいろあるわけですよ、ね、この億万長者合宿もねやばないですか、まあ、3000本以上ですよバカですよバカこんなねやるとは僕は思わなかったですけどね だってもうセールス終わってんすよ。2年前に終わっててなんか、セールスする前より動画の本数多くなってるっていうね。どういうことやねんと。ん <laughs> やねこれみたいなね。いや、不思議なことがあるわけですよ。生きてると。いや、道に迷いましたけど、もう道、軌道修正しまして。大丈夫っすね、これ。 大丈夫ですここ歩いていけば着きますよあの着きますから道間違えてもうん道間違えても着く軌道修正すればねだから手取り14万の道を歩いてたけどそこから軌道修正すればいいんですよ久保さんは40歳から軌道修正して今に至るわけですよ しかもマージャン店でパソコンのクロームブック2万円買ってにニコニコしてね言ってるおっさんですよ。何やねんみたいな。<laughs> いやあれね、結構ね、あのー、心の中で思ってましたからね。<laughs> なんだこのおっさんみたいな。<laughs> 2万円のパソコンでニヤニヤしてんのよみたいな。<laughs> いや僕からするとかね。僕からすると しかもね、今はね、Chromebook は、まあまあ、ちょっとメジャーになってきてると思うんですけど、昔ってそんなにメジャーじゃないですか、Chromebook ね。うーん。そう。今、Chromebook は教育機関とか、なんだろうな。あのー、そういうところの、まあ、パソコンで導入されてるのかな。まあ、CM も出始めましたからね。Chromebook の CM とかも。 17分、結構枠、取りましたね。でも、よくないですかこれ17分ウォーキングしてね、動画も撮れて、ね、アウトプットもできて、いいじゃないですか。一石何鳥ですよ、こんなの。しかもね、これね、僕、あの、ずっと喋ってるんで、この腹式呼吸というか、腹筋がね、割れてるんですよ、僕。でも、腹筋のトレーニングしてないですからね、僕。腹筋のトレーニングゼロ。 だけど、腹筋割れてますそれはもう毎回こうしゃ喋ってるから腹筋使うんですよ。ねすごないですか <laughs> 腹筋も割れるっていうね、まあ、まあそれだけ量やってるんでまあほとんどの人はやらないと思いますけどいやでもこれ歩きながら喋るっていうのはほんと結構ねあの、しかもこうマスクしながらだと結構これ。 エネル消費しますよ結構結構消費するなんか久保さんみたいな家ですねちょっと久保さんよりちょっと庭でけなこうここのこの片隅いいっすね庭そうそうはいあとちょっとですよ久保さんあとちょっと セセルルシシオオ来たらしいいじゃないですか、久保さんセルシオね僕ねやっぱね BMZ ねやっぱ買いたいですねオープンカー頑張ろうもうね買いたくてやっぱオープンカー乗りたくてしゃあないですね今ちょっと頑張んないといけないなってちょっと燃えてますよだから4ちょっとね30代ねあと1年ありますけど1年34ヶ月ちょっと頑張って売り上げ上げて BMZ 買いますよ買いますこれは買わないともうダメだでも僕も僕もあれ BM の Z4 買ったらあれですよ4台ですね久保さん親父の車も親父親父にプレゼントした車は僕名義ですからね4台ですね久保さん久保哲郎に並びますやん頑張ろうね昔はね 下に見てたのに今はね上ですよ久保哲郎は僕のはるか上にいるわけですよ人生何が起きるかわからないですね <laughs> 僕なんかもうせっせっこせっせっこ毎月商品売ってますから久保哲郎はもう優雅に隠居ですよ隠居はいでは終わりますいってらっしゃい